寄生虫は除菌しなきゃ。そう言いながら康秀は私にビールをかけたのだ。よかったわね、綺麗になって。びしょ濡れになった私を見て義母が笑う。私は堪忍袋の尾が切れた。覚悟はできているの、康秀。私が康秀に尋ねると、なぜか義父が言い返してきた。何もできない嫁が偉そうな口を叩くな。じゃあ仕送り止めるわね。私がそう言った瞬間、義両親と康秀の表情が固まった。え？え、どういう意味だよ。仕送りは俺の金で。困惑する康秀に私は追い打ちをかける。あなたと離婚するってことよ。親族の前で私はそう宣言した。どうせ近いうちに離婚するつもりだった。それなら今ここで離婚してもいいけど、ただ離婚して終わりにするつもりはない。私が受けた屈辱を倍返ししてからだ。そのための準備は整っている。それにいつだってチャンスは突然やってくるもの。私にとっては今がその時だ。ここで離婚すれば全てうまくいく気がする。お父さん、お母さん、それに康秀、今度はあなたたちが屈辱を味わう番よ。私はすぐに玄関脇の部屋に置いた記入済みの離婚届が入ったカバンを取りに行った。私の名前は松浦美香。今は実家のお茶屋を手伝っている。でも決して片手間でやっているわけではない。きちんと給料をもらっている社員である。また主婦業も私の仕事だ。ちなみに夫の康秀は総合卸売商社に勤めている。主にホテルのアメニティを取り扱っているらしい。ただ康秀は仕事に不満があるようだ。本当なら今頃は社長だったのに。康秀はそんな愚痴をこぼすことがある。それには理由があった。実は康秀の実家は旅館を経営していたのだけど、その旅館は何年も前に倒産してしまった。康秀は40半ばになった今でも旅館経営の夢を諦められないのかもしれない。一方、義両親は旅館の倒産を機に隠居した。康秀の諦めの悪さは誰に似たのだろうか。もう夢を見る年齢ではないのに。私も40歳になり、そう考えるようになっていた。それはさておき、義両親が隠居したから楽というわけでもない。なぜなら、義両親は私たちに頼りきりだからだ。無職だから収入は年金だけ。それだけでは生活ができないと言って、康秀に仕送りを要求してくるのだ。もちろんそれだけならできる範囲で援助してあげる気にもなる。けど、とんでもなく厚かましい義両親はそれだけでは収まらないのだ。私が仕事に行っている間に勝手に家に上がり込むことは珍しくもない。冷蔵庫の食材を勝手に食べることまである。無断でお寿司の出前を頼まれたこともあった。ただ支払いは私。帰宅するなり義両親からそう告げられた。後で嫁が払いに行くと言ってあるわ。さっさと行け、店に迷惑がかかるだろう。顔見知りのお店とはいえ迷惑をかけられない。言いたいことを我慢して私は店に向かう。でも支払いを終えて帰宅すると、すでに義両親の姿はなかった。部屋に残されていたのはゴミの山だけ。そんな散らかった部屋を前に私は呆然とした。そうこうするうちに康秀が帰宅する。康秀は部屋に入るなり大きな声を出した。なんだこの部屋は。ごめんなさい、お母さんたちが来てて。私は義両親が来たことと勝手に家で飲み食いをしたことを話した。この惨状を見れば康秀も義両親に注意するはず。私はそう考えていた。けれど康秀は小さくため息をついただけ。私に背を向けながらこう言った。俺風呂に入るから片付けておけよ。え？他に言うことがあるでしょ。私の言葉で
安秀が振り返る。再びため息をついて話を続けた。あのな、親の相手をするのも嫁の仕事だろ。嫁の仕事って、あなたの親でしょ。俺は仕事で疲れてるの。実家の手伝いをするだけの女と一緒にするな。そう言い残すと、安秀はさっさと部屋を出て行った。取り残された私は呆然とするしかない。何よあの態度。親が親なら子も子よ。私のことを家政婦だとでも思っているのかしら。結局、安秀や義両親に対する愚痴をこぼしながら、一人で部屋を掃除するしかなかった。そこで、ふと思い出したことがある。それは、私と安秀が結婚した経緯だ。実は私たちが結婚した経緯にも、厚かましい義両親が関わっている。ことの発端は、私が高校3年生の時だ。お茶屋の店番をしていると、一人の女性が現れた。和服姿で身なりのいい女性。しかし、なぜか顔をしかめていた。いらっしゃいませ。何かご用ですか？声をかけると女性が近づいてくる。店の奥を見てから女性は私に視線を向けた。あなた、バイトの子？次の納品の件で話があったんだけど。いえ、この店の娘です。父は所用で。そう。じゃあ伝えておいてくれる？オタクとの取引は中止にするって。女性は嫌味な笑顔でそう言ったのだ。それが私と義母の出会いだった。取引中止？どういうことですか？あなたには関係ないわ。大人の事情よ。ですが。うるさいわね。あなたは言われた通りにすればいいのよ。義母が声を荒らげる。そこへ父が帰ってきた。ああ、これは松浦さん。ご用ですか？ああ、ちょうどよかったわ。実は。すぐに状況を理解した父が義母を家の中へ案内する。それから父は私に高いお茶を出すように命じた。そんなにあの態度の悪い客が大事なの？私はブツブツと文句を言いながらお茶を入れた。直後に知ったのだが、義母はうちのお得意様だった。義両親が経営者だった頃の旅館では、うちの店が取り扱う地元の高級茶が出されていた。つまり、旅館にお茶を卸すだけで、うちはかなりの収益になっていたというわけだ。その取引が中止になりそうだったのだから、さぞかし父も慌てたことだろう。義母が帰った後で、父は私にこんな話をしてきた。なあ、ミカ、お見合いしてくれないか？お見合い？誰と？近くにある温泉旅館の跡取り息子だよ。父の話はこうだった。義母から契約の打ち切りを打診された。どの企業も経費削減を考えている時だから、それも仕方がないと思う。けれど、旅館との契約がなくなれば、うちのお茶屋は大打撃を受ける。そこで義母からある提案をされた。それがお見合いだ。義母は跡取り息子である安秀の嫁を探している。私が安秀と結婚すれば取引を続けるというのだ。もちろん父はすぐに断った。けど義母はこんな嫌味を言ったらしい。こんな小さなお茶屋よりもうちの旅館の方が将来も安定しているわよ。その時は旅館経営もうまくいっていた。リピーターも多く安泰だったかもしれない。私も旅館が繁盛していることは知っていた。でも父の方がより分かっていたに違いない。私の将来を案じた父は娘に話してみると義母に伝えたようだ。とりあえず会えばいいのね。いいのか、ミカ。まだ高校生だし、結婚するかどうかは別。でも仕事関係者とお見合いくらいはよくある話よ。取引先の人に結婚相手を紹介される。
そんな話は珍しくもない。その時の私は高校生、子供じゃなかったし、それくらいは知っていた。もちろん義母のやり方は気に食わない。契約を盾にするのは悪どいにも程がある。ただお見合いをしただけでも取引のことを考え直してくれるかもしれない、そんな思惑があったのも事実だ。それで私はお見合いの話を受けたのである。当日お見合いに来た安秀はいい人だった。義母に感じた悪どさも嫌味も感じない。旅館で働いているだけあって、物腰も柔らかくて優しい雰囲気を醸し出していた。すごく大人な男性だわ。高校生だった私はそう勘違いしてしまった。それで高校卒業を待って、私は安秀と結婚したのである。けどこれが大失敗だった。結婚した途端、安秀はガラッと変わったのだ。いずれは旅館の女将になるんだから、しっかりと母さんの言う通りに仕事をしろよ。でもお母さんの言う通りにしていたら家事が何もできないわ。それくらいは何とかしろ。それが旅館の跡取りの嫁になるってことだ。安秀からそう言われて、私は旅館の雑用を押し付けられてしまう。しかも一日も休ませてもらえない上に、すべてただ働きだった。はあ？嫁が家業を手伝うのは当たり前よ。どうしてお金が必要なのよ。家事の時間がないので代行サービスを。贅沢言うんじゃないわよ。私は家事も仕事も手を抜かなかったわ。義母は私を叱るだけで取り付く島もない。結局私は我慢するしかなかった。そんなある日のこと、ふと義両親が話しているところに出くわす。それは休憩をするために私が事務所に戻った時のことだった。扉を開けようとした時に、中から義両親が話す声が聞こえてきたのだ。まずいぞ、このままだと倒産だ。どこか融資してくれるところはないの？今入るのは気まずい。そう思った瞬間、急に扉が開いて義母が顔を出す。あら、どうしたの美香さん。答えに困っていた時だった。義母が急に私の背後を見たのだ。ちょっと、ここは立ち入り禁止よ。ごめんなさい。子供の声がする。振り返ると中学生くらいの女の子がいた。仕事の邪魔よ、客室に戻りなさい。義母が声を荒らげる。ビクッとした女の子は目を潤ませた。やめてくださいお母さん、子供でもお客様ですよ。こっちはそれどころじゃないのよ。さっさと向こうへ連れて行きなさい。バタンと義母が勢いよく事務所の扉を閉める。ため息をついた私は女の子に謝った。ごめんなさい、驚かせて。勝手に入った私が悪いの、ごめんなさい。女の子が頭を下げる。どうやら館内を見ているうちに入り込んだようだ。そっか、じゃあ私が案内するわ。客室の方へ戻りましょう。野崎さやです。じゃあ戻りましょう、さやちゃん。私はさやを客室の方へ案内すると、廊下で彼女を探している父親がいた。娘がご迷惑をおかけしました。さやの父親が何度も頭を下げる。その隣でさやはシュンとしていた。いえ大丈夫ですよ。あ、そうだ、これさやちゃんにあげるわ。これお菓子。私が作った抹茶のフィナンシェよ。私の家お茶屋さんなの。休憩中に食べるつもりだったけど、これを渡せば笑顔を取り戻せるかもしれない。案の定さやは笑顔になり、私は晴れやかな気持ちで仕事に戻ることができた。それからしばらくして、義両親が話していたように旅館は倒産してしまう。
あなたが使えないせいで借金だらけよ。疫病神を嫁にもらったようだな。ギリオシンからはそんな風になじられた。安秀も私を冷たい目で見てくる。ただ私が悪いわけじゃない。事実私のおかげで状況が一変する。旅館の倒産が決まった直後、とある男性が支援を申し出てくれたのだ。そちらの女性に娘が世話になったので。事務所でそう話すのは鞘の父親だ。彼はホテルなどを経営する会社の社長だった。旅館の経営を引き継ぎ、義両親が抱えた借金も返済してくれるそうだ。旅館の従業員もすべて再雇用する上、未払いになった賃金まで払ってくれるらしい。ただし義両親だけは再雇用しない。なぜなら義両親の怠慢が倒産の原因だったからだ。一方、安秀の再就職先まで世話をしてくれた。これは私が真剣に頼み込んだからだ。本当にありがとうございました。これならなんとかなります。私は鞘の父親に何度もお礼を言った。その後、安秀は無事に再就職する。義両親は無職になったけれど、すでに年金をもらうような年齢だ。私が実家で働けばなんとかなるはずと、そんな私の見込みが甘かったというわけだ。最初は年金でおとなしく暮らしていた義両親も徐々に厚かましさを取り戻していった。義両親に文句を言っても聞く耳を持たない。それどころかさらにひどくなる始末。私は少しずつ離婚の準備を始めていた。そんな時に私の支払いで出前を取ったのだ。さすがに耐えられず、私は義両親に文句を言った。すると義母からこんな返事が返ってきたのである。ごめんなさい、仲直りがしたいから次の日曜日に安秀と一緒にうちに来て。気づけば旅館の倒産から5年以上が経っていた。我慢したけど、これが最後のチャンス。そう思って私は義母の呼び出しに応じた。当日、私は仕事を片付けてから義実家へ向かう。到着すると玄関には山のような靴があった。近くの部屋にカバンを置きリビングへ向かう。リビングに入った途端に私はぎょっとした。大勢の親戚が大騒ぎをしていたからだ。仲直りの宴会始めているわよ。遅かったな、アミカ。騒ぎの中心にいた安秀が声をかけてくる。安秀はすでに酔っていた。もう酔っているの？どれだけ飲んだのよ。安秀と私は一緒に家を出た。そして私が仕事をしていたのは1時間ほどだ。一方の安秀はまっすぐ義実家に来たはずなので、ここで1時間ほど飲んでいた計算になる。どんな飲み方をしたら1時間ほどでここまで酔えるのか。私が呆れていると安秀が私に近づいてきた。次の瞬間、安秀がコップを私に向ける。寄生虫は除菌しなきゃ。そう言いながら安秀は私にビールをかけたのだ。よかったわね、綺麗になって。びしょ濡れになった私を見て義母が笑う。私は堪忍袋の尾が切れた。覚悟はできているの、安秀。私が安秀に尋ねると、なぜか義父が言い返してきた。何もできない嫁が偉そうな口を叩くな。じゃあ仕送りやめるわね。私がそう言った瞬間、義両親と安秀の表情が固まった。え？どういう意味だよ。仕送りは俺の金で。困惑する安秀に私は追い打ちをかける。あなたと離婚するってことよ。親族の前で私はそう宣言した。どうせ近いうちに離婚するつもりだった。それなら今ここで離婚してもいい。
けど、ただ離婚して終わりにするつもりはない。私が受けた屈辱を倍返ししてからだ。そのための準備は整っている。それにいつだってチャンスは突然やってくるもの。私にとっては今がその時だ。ここで離婚すれば全てうまくいく気がする。お父さん、お母さん、それに安秀、今度はあなたたちが屈辱を味わう番よ。私はすぐに玄関脇の部屋に置いた記入済みの離婚届が入ったカバンを取りに行った。万が一のために持ってきてよかった、そう思いながら安秀のところへ戻る。おいミカ、話は。話は終わりよ。はい、離婚届。安秀の目の前に離婚届を叩きつける。その瞬間、大騒ぎしていた親戚がしんとした。静まり返った空気の中、私は義理おしんと安秀を見る。それから冷静に言ってやった。サインしたら実家に持ってきて、確認できたら慰謝料の話を始めるから。おい、冗談だよな。冗談？そんなわけがないでしょ。うんざりしたのよ、あなたたちに。義理おしんと安秀を交互に見る。私に気をされたのか、親戚一同は何も言わなかった。私は呼吸を整えてからすっと立ち上がる。騒いでいた全員を見てから最後にこう告げた。じゃあ旅館を倒産させたお荷物はあなたたちで面倒を見てくださいね。そう言った私はざわつく親戚たちをよそに、さっさと義実家を後にしたのだった。途中のコンビニでタオルを買う。そしてその足で実家に戻った。驚く父に事情を説明する。私の話を聞いた父はため息をついていた。はあ、なんてことだ。ごめん、お父さん。いや、お前が謝る必要はない。それに前とは事情が違うから。以前は私が結婚するかどうかが、家業が継続できるかどうかの分かれ目だった。けど、今は義実家が旅館を経営しているわけではない。離婚しても取引が中止になる心配はないのだ。やっぱり断ればよかったな。本当にお前には迷惑をかけた。ううん、それよりこれからも私の味方をしてくれるよね。当然だ。よかった。じゃあ少し協力して。私はニコリとした。それから父にとある作戦を話す。そうして父の協力を取り付けた私は、安秀が離婚届を持ってくるのを待った。しかしいくら待っても安秀は姿を現さない。それなら弁護士の方を先に手配しよう。そう考えた私は離婚問題に詳しい弁護士を探した。そしてようやく見つけて話をした直後のことだ。実家に戻ると店先で父と安秀が言い争いをしていた。だから離婚届を持ってきたんです。それと美香に話があって。離婚届を置いたら帰りなさい。美香がそう望んでいるんだよ。温厚な父が珍しくきつい口調で話す。父は私の作戦通りに動いてくれているようだ。私はニヤニヤしながら安秀に近づいた。背後から安秀に声をかける。やっと離婚届を持ってきたのね。待ちくたびれたわよ。ミカ、どこに行っていたんだ。どこでもいいでしょ。それより離婚届は。手を出すと安秀はそっぽを向きながら茶封筒を差し出した。さっと奪い取るようにして中身を見る。そこにはサインされた離婚届が入っていた。じゃあ慰謝料の件は弁護士から。私がそう言いかけた時だった。安秀が私をじっと見て手を出してきたのだ。何？とぼけるな。銀行のキャッシュカード出せ。キャッシュカード？私が首をかしげると安秀は声を荒らげた。俺の口座のキャッシュカードだよ。俺の小遣いを入れている口座。持ってないけど。嘘をつくな。お前以外の誰が使うんだよ。
安秀の大声に通りすがりの人まで振り返る。さすがに恥ずかしくなり、安秀を家の中に入れた。場所を実家のリビングに移して話を続ける。安秀の話はこうだった。私が家を出た後、安秀は酔った勢いで離婚届にサインしたけど、酔いが覚めた途端急に不安になったそうだ。離婚するならきっと慰謝料を払うことになる。浮気などの落ち度はないのだが、悪ノリでビールをかけたことが良くなかった。それが原因で夫婦関係が破綻したとは思わないが、弁護士は必ず追及するはずだ。そうなれば多少なりとも不利になる。その程度のことで慰謝料を払うのはもったいない。それに他にも諸々の手続きが発生する。出費は増えるし、手間もかかるだけだ。そこで何とか私に離婚を思いとどまらせようとする。それでいろいろと策を練っていた時のことだ。コンビニで買い物をしようとしたが、財布から出したカードが使えないことに気づく。そのカードはデビットカードで、すぐに口座から引き落とされるタイプだった。おかしいと思った安秀は口座を確認する。そこで口座が空になっていることに気づいた。今までこんなことはなかった。離婚を決めたお前が腹いせに盗んだんだろう。知らないわよ。ただ私が言いかけたところで、安秀がダンッとテーブルを叩いた。うるさい。こういう嫌がらせをするなら慰謝料は1円も払わないからな。とっさに顔をしかめる。すると安秀はますます大きな声を出した。なんなら裁判をしてもいいぞ。離婚するんだから窃盗で訴えてやろうか。話を聞いてよ。なんだ。キャッシュカードは本当に持ってないわ。ただこの間も言った通りにしただけよ。私が言うと安秀は眉を潜めた。少し考えて私に聞き返してくる。何のことだ。仕送りよ。やめるって言ったでしょ。だから安秀はキョトンとしている。本当に鈍いと思いつつ、はっきり言ってやった。私が言った仕送りにはあなたも含まれているのよ。は？俺に仕送り？安秀はポカンとした顔で聞き返してきた。話は旅館が倒産した直後に遡る。義両親は無職となり、安秀は再就職をした。けど中途採用の安秀の給料は多くない。さらに無職になった義両親には私たちが仕送りをしなければならなくなった。そこで私は実家のお茶屋で働き始めたのだ。もちろん正社員としてだ。その給料を安秀からもらった仕送り代に上乗せして、義両親に仕送りとして送る。その後残った安秀の給料が私たちの生活費になるというわけだ。しかしそうなるとどうしても安秀のお小遣いが足りなくなる。安秀は旅館のボンボンとして育っているから金遣いも荒い。そこで安秀のお小遣いは私の給料で賄っていたというわけなのだ。じゃあ俺の給料はどこへ。今月の生活費になったわ。お小遣いを振り込む前に別れ話になったから。そのお小遣いを振り込まなかった。それで安秀のカードが使えなかったというわけだ。これから俺の小遣いはどうなるんだよ。節約すればなんとかなるんじゃない。そんなまさか。安秀が崩れ落ちる。その目の前で私はニコリと微笑んだ。離婚届を安秀に見せつけるように持って優しい声で言ってあげる。記入済みの離婚届はもらったから、今さら離婚しないというのは無理よ。はい。結局安秀はがっくりと肩を落として帰っていった。それからしばらくして義両親から何度も電話がかかってきた。何度か電話に出たけれど、義母も義父も決まって同じことを繰り返すだけ。恩をあだで返すつもりなの？
何の話ですか？忘れたの？実家のお茶屋を助けたことを。確かに実家の店は旅館の契約が続いたから倒産を免れたと言えるかもしれない。でもその旅館は私が結婚して数年後には倒産した。つまりその程度の契約だったのだ。要するに旅館との契約がなくなっていても実家のお茶屋が倒産したかどうかはわからない。しかもこちらの返答次第ではお茶屋を倒産に追い込むつもりだったはずだ。今さらそんな話を持ち出されても私としては困るとしか言いようがない。それにその恩にはただ働きで報いたと思っている。その後の仕送りを含めてだ。だから私は義母にこう宣言した。とにかくもう離婚したので何を言っても仕送りはしませんよ。覚えていなさい。その言葉を最後にガチャッと勢いよく電話は切れた。それ以来義両親から電話がかかってくることはなかった。これで一段落ね。あとは安秀をもう少し追い込むだけね。私はニヤニヤしながら時期が来るのを待った。同時に離婚の手続きを進める。安秀と直接会わなくていいように依頼して弁護士を介して慰謝料の話をした。その結果意外にもスムーズに話は進んだのである。何でも安秀がかなり落ち込んでいたからだそうだ。でも私はこの程度で許すつもりはない。そんな中正式に離婚が成立する。その時には安秀から慰謝料も支払われていた。どうやってお金を用意したのか。誰かに借りたようだったけれどもう私には関係ないことだ。そうこうするうちに私が待ちに待った日が訪れた。そわそわしながら目的の場所に向かう。そこは安秀が働く会社だ。受付で話をしているとちょうど安秀が出てきた。安秀は私を見るなり大声を張り上げる。何しに来たんだミカ。用事があって来たんだけど。お前まだ俺に迷惑をかけるつもりか。周囲のことなどお構いなし。安秀はその後も大声を出し続けた。こんな大きな会社にお前がいると邪魔になる。お前には貧乏で小さなお茶屋がお似合いだ。そんな言葉を私に投げつける。私はそれを黙って聞いていた。ほどなく周囲にいた社員が安秀をなだめ始める。けれど安秀はこんなことを周囲に言い出した。この女は元嫁で疫病神だよ。この女のせいで俺の実家は倒産したんだぞ。ここにいたら会社も倒産する。さっさと追い出すべきだ。そんな風に安秀は臆面もなく言いふらす。どうしようと思っていると大きな声が響いた。松浦、何を騒いでいるんだ。あ、大西部長すみません。私の元嫁が会社の業務を妨害に来ていて。すぐに追い返しますと安秀はヘコヘコした。元嫁。大西部長と呼ばれた男性の視線が私の方を向く。その瞬間彼はさっと頭を下げた。もうお越しになっていたのですね遠藤様。遠藤というのは私の旧姓だ。安秀と離婚して私は名前を遠藤に戻していた。呼ばれてきたのですがこの扱いはちょっと。不愉快そうに顔をしかめてみせる。その途端大西部長の顔色が変わった。安秀を振り返り烈火のごとく怒り始める。おい松浦、いい加減にしろ。大切なお客様になんてことをするんだ。え、お客様？それは元嫁で、こちらは大切な取引先の方だぞ。取引先？お茶屋の女が？呆然とする安秀。大西部長はそんな安秀をどこかへ引っ張っていった。数分後、青い顔をした安秀が戻ってくる。隣には大西部長もいた。
お前が会社の重役って、なんだよそれ。どうやら康秀も状況を理解したらしい。実は私は康秀の会社に商談に来たのだ。ちなみに私の会社が取り扱っているのはカテキンを使った抗菌素材のタオルなどである。他にもお茶を使ったお菓子も販売している。それらに関する商談に来たというわけだ。ちなみに康秀の会社は抗菌素材のタオルなどに目をつけたそうだ。それを会社が販売を手掛けるホテルや旅館のアメニティにするという話である。お前いつの間に会社なんか。旅館が倒産した直後よ。手作りのお菓子をお店に置いてみたら。旅館が倒産した直後、私は実家の売り上げを伸ばす努力を始めた。その一つが商品の多角化だった。つまりお茶に関する商品も店に置き始めたのだ。一つ目は私の手作りのお菓子だった。これは商品というよりも販促が目的である。けどこれが意外と好評で、ある女性が商品化しようと言ってきた。それで菓子販売業を始めると、お土産品として大ヒットしたのだ。そこでさらなる商品の開発に踏み切った。それがお茶に含まれるカテキンの商品化だ。すでに同じような商品は販売されている。でも私には旅館で働いていたというつてがある。そこへ売り込めばアメニティとして需要があるのではないか。それが成功したから正式に法人を立ち上げたのよ。今回はその初商談だ。なんで教えてくれなかったんだよ。教える必要ないでしょ、もう離婚したし。それは。じゃああなたも仕事頑張ってね。私は康秀にそう言うと、大西部長と会社の応接室に向かったのだった。その後大西部長との商談は無事に終了。私も満足できる契約となった。また康秀とは会社で何度かすれ違った。けど康秀の方がさっと目をそらす。かなり気まずかったのか、数ヶ月が経つ頃には康秀は仕事を辞めていた。同僚の話では工事現場でアルバイトを始めたそうだ。かなりきつい仕事のようで、毎日ボロボロになっているらしい。その話を聞いて私は胸がすく思いだった。これで私の仕返しも終わったわ。そんなある日のことだった。私のところに野崎社長から電話がかかってきた。いつも娘が世話になっているね。いえ、さやさんも立派に社長業をしていますよ。実は私にお菓子の商品化を勧めたのは野崎社長の娘のさやだった。高校を卒業したさやは野崎社長の仕事を手伝い、旅館で働いていたのだ。そんな時さやは私に会いに来てくれた。そこでお菓子を見て懐かしさに駆られたのだ。私が社長をやるので商品化しましょう。もちろん何気ない子供のたわごとだと思った。けどさやはもう子供ではなかったのだ。野崎社長を見習い、多方面に働きかけてくれた。そしてあっという間に法人化してしまったのだ。その会社が私が働いているお茶を使ったお菓子などを販売する会社である。だから野崎社長はさやのことが心配で私に連絡してきたと思ったのだ。それで話をしていたのだが、話を聞くうちにそうではないことに気づいた。実は知り合いの男から娘と君の会社の商品を売り込まれたんだ。え？お菓子ですか？それともカテキン素材の方ですか？カテキン素材の方だよ。旅館のアメニティにしないかって。話が全く見えない。第一、野崎社長にはさやがすでに売り込んでいる。それなのにどうしてそうなるのか。私が聞き返すと野崎社長は事情を説明してくれた。その男はある人から商品の権利を買ったらしい。ただ男に権利を売ったのは両親だった。つまり
元義両親による計画的な詐欺だったのだ。安秀から私の話を聞いて詐欺を企てたようだ。自分の娘の会社だからすぐに詐欺だと分かったよ。ですよね。二人とも捕まえているみたいだが、君の返答次第では穏便に済ますそうだよ。どうやら私が元義両親に情けをかけるなら見逃すということのようだ。でも私がそんなことをするわけがない。私はニコリとしながらこう答えた。警察に突き出してください。私の返答を聞いた野崎社長はそのまま電話を切った。その後、元義両親は詐欺罪で逮捕された。二人は最後まで私に頼まれたと言っていたらしい。当然警察からもその件を聞かれた。でも私がこう答えたのは言うまでもないだろう。二人が元義両親なのは事実ですが、今回の件は私に対する腹いせです。私は知りません。結局この一言で元義両親も観念したようだ。今は素直に取り調べに応じているという。最終的に執行猶予や刑事罰になるかもしれない。だとしてもしっかりと反省してもらいたいものだ。ちなみに私はそんな話も忘れるくらいに忙しい日々を送っている。お茶を使った商品がここまで人気があるとは思わなかったわ。ただ今の私には一つの目標がある。それはさやの結婚式に出ることだ。そこでさやのためにお菓子を作ってあげること。私と安秀の間には子供がいなかった。だからさやのことが自分の子供のように愛しくて仕方がないのだ。それはさておき、再婚を諦めたわけじゃない。出会いがあればいつでも再婚したいくらいだ。当然お茶を使ったお菓子を食べてくれる人がいい。それは言うまでもない。